スーパースコープは、ニンテンドーが、スーパーファミコンの周辺機器として1993年6月21日に発売した玩具。スーパースコープ6を同梱。肩打ち式火砲の形をした、赤外線ワイヤレス式のコントローラで、肩に担いで使用する。スコープの赤い、ファイアボタンは、砲弾の発射や、項目の決定に割り当てられている。 付属のスコープホルダーを装着し、片目でスコープを覗き込んでその真ん中が標準となる。あらかじめ赤外線受信機をテレビの上にプレイヤーに向けておき、スーパーファミコン本体のコネクタ2に接続する。炭酸乾電池6本が必要。ファイヤーボタンを押すと画面左上から光の点が操作される。方向に取り付けられた光センサが光の点を感知するまでの時間を、 スーパーファミコン本体が計測することで打った位置を割り出している。ただし、光センサと目の位置にズレがあるため、プレイ開始前に照準位置の調整を行う必要がある。操作を行わずに画面全体を一斉に書き換える方式を取るプラズマディスプレイや液晶ディスプレイ、プロジェクタでは狙い撃ちができないので注意が必要である。後に有志により、 電池蓋の 3D プリンター用データが公開された。発売当時に公開されたアメリカ映画、スーパーマリオ魔界帝国の女神の劇中では、逆進荷重として使用されており、その部分がコマーシャルで放映された。大乱闘スマッシュブラザーズデラックス以降の大乱闘スマッシュブラザーズシリーズでは射撃アイテムの一つとして登場している。 攻撃ボタンを短く押すと高速力の高い連射弾、長く押すと吹っ飛ばし力の高いため弾を発射できる。メイド・イン・ワリオのナインボルトステージのオープニングデモで、彼の自室の壁にスーパースコープがかけられている。マリオルイージ・ RPG の敵キャラ、スナイパー・キラーが持っている武器として登場している。ザ・ワンダフル101にて、ユナイトガンを巨大に作ると、 スーパースコープの形になるゲームセンター CX のミニコーナーにて使用された。ありがとうございます。